裸でバネズミにおいて、まあ、あの老化細胞が細胞腫を起こして除去されているということを明らかにしました。で、まあ、熊本大学大学院生命科学研究部の三浦京子教授らのグループが取り組む裸デバネズミの研究、寿命が30年以上で、長寿の鍵は裸デバネズミ特有の細胞内に見つかった神経系伝達ホルモンセロトニンの蓄積でした。細胞が老化するとセロトニンが分解されて過酸化水素ができ、過酸化水素の酸化ダメージにより老化細胞が死滅除去されていることを突き止めたのです。今後研究のさらなる展開が期待されています。この裸デバネズミ、とてもユニークな動物で、特徴的なのは長寿だけではありません。熊本大学はその魅力を多くの人に知ってもらいたいと熊本市動植物園に提供し、一般公開が始まっています。めっちゃ可愛いですね。ちっちゃかったです、思ったより大丈夫。名前の由来は裸で出っ歯のネズミ。体長は10センチほど、体重は30グラムから80グラムほど。アフリカ東部の原産で、穴を掘って地中に暮らすため体温調節をするための毛は必要なく、感覚毛という毛がわずかに生えていて、ほとんど見えない目の代わりになっています。長い前歯は巣穴を掘ったり、芋や木の根っこを食べたりするのに役立つそうです。すごく面白い特徴をたくさん持っているので、その子どもたちにたくさん見ていただいて、科学的な好奇心というか、そういうのをどうしてそんな特徴があるんだろうとかを、科学の面白さに目覚めるきっかけになってくれたらいいなと思って。裸デバネズミはアリやハチのように、女王ネズミや働きネズミがいる新社会性という社会構造を持ちます。平均75匹、多くて300匹の群れを作り、1匹の女王と繁殖をする1匹から3匹ほどの王がいるほか、体を寄せ合って女王や子供を温めるための布団役や、天敵であるヘビなどに立ち向かう兵隊役など、それぞれが役割を果たしています。地下に生息しているせいか、結構無防備に腹をさらけ出して寝ているところがありまして、それが好きですね。あとは歯ぎしりも結構してるんですよ。寝ながらですね、こうギリギリ歯ぎしりしてるところがとても可愛いので。裸デバネズミの飼育は九州の動物園では初めてです。ちなみに裸デバネズミとともに公開が始まった茶色の毛に覆われたネズミは、アフリカ南部原産のダマラランドデバネズミで、飼育されるのは全国の動物園で初めてです。ダマラランドデバネズミも新社会性を持ち、哺乳類でこの社会構造なのは裸デバネズミとダマラランドデバネズミだけなんだそうです。そして街中の蔦屋書店熊本三年坂でもイベントを開催しています。裸デバネズミの生態や研究が紹介されていて、明日予定されている三浦教授のトークイベントでは、裸デバネズミの長寿やがんへの耐性についての解説を聞くことができます。生物学的にもとても面白いですし、またこの動物を研究することで、将来その医学的にも、例えば老化ですとか、がんとか、いろいろなその老化するとなりやすくなる病気を予防するような方法の開発につながる可能性があって、で私はそういう研究をしています。近年老化状態を改善するために老化細胞を除去する薬の開発を世界中の研究者たちが進めています。重要視されているのがその安全性の実現です。裸デバネズミの老化細胞除去の機能は進化の中で獲得した安全性の高いシステムと考えられ、今後人間の老化細胞を
いつどのように除去するのかなど、研究開発への期待と注目が高まっています。